1996年にナディアパークの開業と同時にオープンしたロフト名古屋は、全国のロフトの中でも最大級の売り場面積を誇っていましたが、採算性の低さから閉店を決め、30日が最後の営業となりました。結婚式の二次会の景品とか何でも揃うから、もう学生の時とかもよく来てたんで、すごい寂しいなと思って。1階の特設会場にはこれまでの制服やイベントポスターなどが飾られたほか、閉店後にはセレモニーも行われ、別れを惜しむ大勢のファンが集まりました。